始まりました。英語で坂道。今日はエビデンスです。エビデンスには証拠という意味があります。では例文を確認しましょう。S はスタンド .fm でラジオ配信をしています。S の千里の道も苦労からで見つけてくださいね。感想、要望もお待ちしております。では次の動画もお楽しみに。Thank you.